ボーン、t ィスウェイは、アメリカ合衆国のミュージシャン、レディー、ガガの2枚目のスタジオアルバム。このアルバムは2011年5月23日に、インタースコープレコードより公式にリリースされた。アルバムは、自分のアートの表現という部分からインスピレーションを得ており、収録された楽曲には、同性愛や宗教といったテーマが包括されている。音楽性的に、 このアルバムは1980年代から1990年代以前のコンテンポラリーポップスからの好影響を受けているほか、その他ヘビーメタルやオペラ、ジャズといった要素を含む異なる音楽ジャンルからの融合も見られている。ボーン、ディスウェイはガガやフェルナンドガリバイ、レッドアン、ヤップラウセン、DJ ホワイトシャドウなどによって制作、プロデュースされた。 ガガが初めてこのアルバムについて言及したのは2010年初頭で同年9月に開催された2010年の MTV ビデオミュージックアワードで最優秀年間ビデオ賞を受賞した直後のスピーチではアルバムタイトルを明かしたレコーディングセッションでは様々な録音スタジオで楽曲を録音したまた本作から1年後の2012年にはマドンナがカバーし マドンナのアルバム MDNA に収録を試みたが、お蔵入りになってしまった。ブライアンメイトのコラボレーションが実り、バックコーラスとリードギターが聴ける。加えて、クイーンの We Will Rock You のリフのサンプリングを用いている。アルバムは、アメリカ合衆国のビルボード200にて、初週売上110万8000枚を記録し、自身初のチャート首位獲得。これによって、 初週114万枚を売り上げた50セントのザマッサカー虐殺の日以来となる高成績を上げた。さらに1週間で100万枚以上を売り上げたアルバムは17作品に止まっている。また、ガガはこのアルバムでホイットニー・ヒューストンの映画ボディガードのサウンドトラックやブリトニー・スピアーズのウップス、アイ・ディ・ド・イット・アゲイン、ノラ・ジョーンズのフィールズ・ライク・ホーム、 テイラス・ウィーフとのスピークナウに次ぐ1週間で100万枚以上を売り上げた史上5人目の女性歌手となった。ボーン、ディスウェイが1週間で100万枚以上を売り上げた背景にはアマゾンがアルバムを発売日の23日と26日の2日間にわたってわずか99セントで発売したことにある。これによってアルバムの66万2000枚のデジタルセールスのうち アマゾンでの売り上げ枚数は44万枚にまで膨れ上がった。デジタルダウンロードに占める割合は60%にも上った。アルバムはダンス・エレクトロニックアルバムスチャートでも主を獲得している。アルバムはアイルランド、スウェーデン、フィンランドでも主を獲得した。このアルバムはオーストラリアでも主を記録し、これはザ・モンスター以来となるガガにとって2作目の オーストラリアでの首位獲得作品となった。オーストラリアレコード産業協会からは7万枚以上の売上作品が対象となるプラチナムレコードに認定された。ボーン、ディスウェイはイギリスの全英アルバムチャートでも2011年5月29日付で2011年の全英チャート週間最高売上となる215,639ユニットを記録し、 初登場首位となった。この週のガガのアルバムセールスは、他のトップ10の売り上げを合わせたものよりも多い、枚数となった。このアルバムは、ニュージーランドアルバムチャートでも、ザ・モンスターに続く首位を記録し、プラチナムレコードに認定された。アルバムは、日本のオリコン週間アルバムチャートでも、首位を記録し、その週間売り上げは18.4万枚に上った。ボーン、ディスウェイは、 ガガの日本でのキャリアにおいて初のチャート制覇作品となった。アルバムは初収時点でアメリカ合衆国のみで210万枚以上が出荷され、全世界での初収総売り上げは200万枚を超えた。現在のトータルセールスは600万枚以上である。は、ホッププロデューサーを意味する。ありがとうございます。